はい、速稼塾の久保です。今日もミスターマイアミさんからね、とってもいいメッセージをいただきました。最後の方のメッセージなんですけども、まあ私のことをね、目指していただけるということで本当に恐縮でございます。私もですね、いつも多くの人の、そしてミスターマイアミさんの視線を感じながら責任を持って発信していこうと思います。で、ちょっとだけね、今回の冒頭で私の暮らしぶりをお話ししますと、確かに私ね、40歳の時まではニッチもサッチも行かなかったんですよ。それこそ採用してくれる会社もないんで自分で会社をやったけども、自分の会社の従業員さんを育て上げることもできなくって、会社を成長させることもできなくって、私はですね、本当にね、赤字ばっかりの会社をやって、もうなんですかね、なりきり店長、なりきり社長ですかね、もうそれだけだったです。実質の伴わない人間でした。で、今はどういう暮らしをしてるかっていうと、私はね、特に2018年からなんですけども、全国47都道府県オフ会って言って、毎日のように旅をしてるか、こうやって自宅で放送してるかなんですよ。それ以外のことは本当やってないですね。でも、きちんとした、収入がね、まあ安定収入ではないんですけども、安定的な収入が、レバレッジをかけたものがどんどん入ってきて、生活費は全然困らないですね。生活費どころか、もうね、30年後の資産構築のために、どんどん10年先、20年先、30年先に使うためのお金をどんどん投資して、それを寝かしている状態です。投資して、これは10年後に使うぞ。投資して、これは20年後に使うぞ。これは投資して30年後に使うぞと。で、未来の資産を作っている状況なんで、過去の負債を払い続けてきた40歳までとは全く変わってきましたね。正確に言うと、43歳の私、結婚式まで、まだ借金1000万って、それを返してると、お年寄りだったんですよね。なんとね。うん、でも今は、一戸建てを一発で買ったりとかですね、毎日、こうやって自由な時間を過ごさせていただいたりとかね、まあ、親孝行を自分なりにできる時間があったり、まあ、奥さんにずっとね尽くすことができたりとかね、それから自分の趣味の車を買うことができたり、本当にありがたい毎日を暮らしてるなと思います。で、ここでね、私ちょっと振り返って、ここからミスターマイアミさんからのメッセージに対して一つずつ答えていきたいんですけども、確かにサラリーマンっていう暮らし方っていうのは時間を、そして人生を会社にコントロールされてる部分が多いんですよ。でもメリットがあるとしたら、ゼロとかマイナスになりにくいってことですよね。だからこそこのね、安定からの脱出っていうのは非常に難しい。マズローの欲求5段階説の中にもありますけども、安心とか安全を私たちは手に入れたくってやってきたわけなんですよね。マズローの欲求5段階説ね、ありますけども、そうなると安定を手に入れたら安定を手放すことって非常に難しいんですよ。サラリーマンさんっていうのはやっぱりね、安月給で働いていらっしゃる方でも必ず毎月10万とか必ず毎月15万とかもらえるってことなんですよね。でも自分で稼ぐってことになると、ゼロやマイナスもあり得るんですよ。で、そういう世界に行くのが非常に怖い。私も怖かったですね。で、実際に飛び出してみたらマイナスばっかりだったんで、怖さを通り越して現実を知りましたよね。でもね、やっぱり希望もあるんですよ。それはなぜかっていうと、私は40歳から始めて46歳の今、すべてのものが、私の目の前にあるもの、すべてが40歳過ぎてから手に入ったものばかりです。ちょっと電源が切れそうなんで一旦切りますね。はい。では、録画再開します。そう。40歳から、私はね、46歳までの間に手に入れたものしか今目の前にないんですよ。人もそうですし、情報もそうですし、ノウハウもそうですし、こういった目に見えるものもそうですしね。それから、お金もそうです。全部40過ぎてからです。で、一つのことに打ち込むことができなかったっていうふうなことをミスターマイアミさんに言われてましたし、多くの方が振り返ってみると、自分のその一つのものに打ち込んだものって何だろうってね、疑問を持っちゃうと思うんですよ。仮に一つのことに打ち込んだものがあったとしても、それが今資産として使えないのは何だろうっていうふうにね、疑問を持つことってあると思うんですけども、このようにほとんどの人は一つのものに打ち込まずに30過ぎたり40過ぎたり50過ぎたりしてるんですよね。そこで私は振り返って思います。40から一つのものに打ち込んで、たった6年で全てのものが私は手に入りました。とするとですね、40歳ぐらいまで一つのものに打ち込んでなくても全然大丈夫だと思います。40歳から気がついて始める。もしかしたら50歳からでもいいかもしれません。50歳からでも一つのものに打ち込んで、その道を行けば、一つのものに打ち込むっていう人がいないんで、スペシャリストになれるんじゃないかなと思うんですよ。で、スペシャリストっていうのは絶対的スペシャリストになる必要はなくって、自分の周りにいる人に比べて相対的スペシャリストになればいいですわけなんですよね。私はネットのスキルが高いか低いかっていうと、自分単体ではわかりません。でも、周りの人に比べると高いです。でも、世界レベルで比べると全然低いです。私が Google に入社したら、もう底辺で、もうね、掃除の係とか、なんか、IT にかからないところに仕事をやらされるかもしれませんね。私はクリエイティブな発想はそこではできないと思います。ただですよ、私が、
IT のリテラシーが低い環境にいると私はトップなんですよ。そういう形でどの相対的関係にいるかってことなんですよね。広島という地方都市で私がコツコツとやってきたら、そこまでやる人が相対的にいなかったので浮かび上がれたところがあると思います。私が東京にいたら勝負にならなくて潰されていたと思います全然叶わないんでね。そういったものがありますんで、どの分野で打ち込むかってことなんですよね。でその時にミスターマイアミさんがすごくいいことを言われてました。海外駐在員になるといいらしいぞ、出世が早いらしいぞ、収入が高いらしいぞみたいなことで、まずは勝つルートを知ることなんですよ。そして知ったらそれを使うってことなんですよ。私は自由に生きる上ではネットビジネスってものがね必須だと思います。アフィリエイトにしても、インターネットで転売をするにしても、そして情報発信をしてファンを作るにしても絶対だと思います。そしてネットワークビジネスも効果的に使うことで、自己アフィリっていう仕組みがあるんだったらそれをしっかり理解してそれも使っていくこと、もしくはそういった方法を人に伝えていくことによって信用獲得、信頼獲得をするっていう風なね、そういう武器にすること大事だと思います。で今回、無限アフィリみたいな方法をね、ミスターマイアミさんが実験すると言ってくださいました。それが非常に大事なんですよ。実験するのがめんどくさいから誰かの実験結果を自分でも使おうかなと思ったら、これはね大いにこけることになるんですよ。というのが、一人一人どういうふうな交渉をしたのか、どんな活動をしたのか、どんなそこにエネルギーを注いだのかってみんな違うんですよね。だ人の結果だけを使おうと思ってそううまくいかないんで、そういう方法があるってことを知ったら自分で試してみて、あっちこっちね2点3点頭をぶつけてみて、なるほどというふうな勝利のルートを、自分なりのルートを探すことが非常に大事になってきます。で FX のことになりますけども、ここはですね基本的には最初みんな同じ道を通ります。みんなねゾーンだらけになるんですよ。で一体どこでエントリーすればいいのか分かんないってことになります。ただ今私はですねゾーンをほとんど引かずに FX 勝つことができるようになりました。そうなんですよ。基本はゾーンから始まってゾーンを使い倒すことなんですけども、だんだんゾーンのね、定義が明らかになっていくと、ゾーンの本数が減っていって、最終的には少なくて1本、多くて2本みたいな感じになるんで、エントリーポイントが明確になるんですよ。昨日のバイポイントっていう動画も、今日蓋を開けてみたら、まあ、まさにバッチリ正解でしたけども、あれがね、私としてはいつものパターンで起きてるんですよ。まあ大体ゾーンに頼ったら大体私は勝てるようになりましたね。で、あえてゾーンを使わずに他の方法でやろうとしてるっていうのが、今年の春ぐらいから始まった私のね、挑戦なんですけども、たまにどうしても勝ちたい時はゾーンを使います。まあそういうふうに、いろんな武器とかね、ルートを使いこなせるようになってくるってことが、一つのものに打ち込むってことにもなるのかなと思いますし、ミスターマイアミさんがね、銀行口座ダイレクトデポジットですか、こういうものを試してみるぞっていうのは、多分そこまでやり込む方はいないんで、本当にやってしまえばですね、結果が得られるにしても得られないにしても、それは重要な情報発信のコンテンツになると思いますし、人の学びに対してね喚起するものになると思います。非常に重要なコンテンツになると思いますので、続けていただきたいかなと思います。さあ、いろいろと申し上げましたけども、やっぱりね難しいのは安定からの脱出ですよね。言ってみれば低いレベルの安定でもそれを手放すのって非常に怖いんですよ。低いレベルでも安定していれば、高いレベルだったらもう本当にねそこから飛び出すのって難しいですよね。はい。で、私はまあ安定と言いますかね、すごい低レベルの安定がずっと続いたんで、そこからねえいやって飛び出して今の環境をつかむことができましたけども、やっぱりね新しい人生を望むんだったら少なくとも今いる場所から離れるという決断はいるのかなと思います。引き続きね動画の放送をお送りしますので、何かのお役に立てればと思います。で最後にね、またミスターマイアミさんに質問があります。それはですね、宗教なんですよ。私の家にはエホバの証人さんをはじめいろんな宗教の方がこの3年の間にも来られました。一人一人としっかりとお話して、どんな理念なのか、そして他の宗教についてはどう思ってるのか、また宗教を持たない方についてどう思ってるのか、いろんな個人的見解ですとか公式的な見解を聞いて、非常にね勉強になったなと思うんですけども、私はでもねどこの宗教にも属していないんですよ。それはやっぱりね胸を打つものが今のところまだ見当たらないんですよね。宗教自体はすごくいいのかもしれませんけども、私にその宗教を伝えてくれる方がいまいち、ちょっとパワー不足なのかもしれませんし、単純に私の受け取る力、受信力が弱いからいいものが見分けられないのかもしれませんけどね。ただ私はね自分の暮らしがすごく恵まれてるなと思う時に、なんか宗教をおすすめするかに来る方ってなんかね恵まれないことが美しいと思っちゃってるんで、ちょっと相反するんですよ。いや、できれば宗教活動がいっぱいできた方がいいと思いますし、宗教活動が仕事が忙しくて生活費を稼ぐためのことが忙しくてできないっていうね、そんなジレンマに陥っていることにも疑問を持たないといけないと思いますし、まあなんせね、神様が平等なんだったら、なんでね、貧富の差が生まれるのかなとかっていうところもあるんですよ。
で今は試されてる時期だから貧しい人と富んでる人がいるんだって言いますけども、じゃあお金持ちはじゃあ悪い人なのかってことになっちゃいますよね。自分の努力才覚を磨いて多くの人に喜ばれて商品を受け取っていただいて感謝でお金を受け取ってお金持ちになった人は悪い人なんですかってことになっちゃうとね、なんかわけわかんなくなっちゃいますよね特定の商品とかは責める人もいますけども、そこに働いてその工場で働いて給料で宗教活動していらっしゃる方もいたりとかね、いろいろ考えるところがあります。さあご質問なんです、質問させていただきたいんですけども、マイアミの方では宗教活動っていうのはどういうふうに、ね、あの生活に入ってるかなってことなんですよ。あの街頭でこうやってパンフレット持って立ってる方がいるとか、ポスティングされてるとかね、街角で呼び止められてちょっと勉強してみませんかみたいなことを呼びかけられるとか、それともミスターマイアミさんが監修に習ってね、日曜学校に行ってらっしゃるのかとかね、その辺ちょっと宗教観とか個人的なものでもいいんで聞いてみたいですね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。